こんにちは。こんにちは。今日はですね、目元の印象を手術も嫌、注射も嫌っていう患者様に対してですね、どうやって良くしているのかっていうのをですね、皆さんにお伝えしようと思っています。まあ、今やっぱマスクしてるので、こう目の下のクマが気になるとか、目周りの小じわが気になるとかですね、あとこうまぶたが腫れぼったりとか、目をパッチリさせたいとか、この辺の印象を気にされてる方、本当にマスクの影響もあって多いんですね、増えてるんですけど、このあたりってまだ仮に注射してもあざとか出てもマスクで隠せるんですけど、目元だけでね、こう今出ててやっぱあざにできないから、注射は絶対嫌だ、であとは手術ももちろん嫌だっていう患者様も一部いるんですね。目元の印象って言った時に、大体ですね、皆さんがおっしゃることは、目を一つはですね、ちょっとパッチリさせたいとか大きく見せたいっていうご相談があります。これはまあ比較的お若い世代の方から、もう本当にミドルシニア世代の方まで結構皆さんおっしゃいます。あとはですね、クマを良くしたいっていうお悩みも結構あります。あとは小じわ、シワですよね、は良くしたいって言われることもあります。じゃあそれぞれですね、まあ、もちろん目を大きくしたい、じゃあちょっと目を二重に大きく作りましょうとかですね、このまぶたのじゃあたるみを取りましょうとか、そういうのがまあ本来は治療の提案になるんですけど、いやいやもうそんなの絶対ダメですって言った場合、1個はですね、目を大きくするためにまぶたの腫れぼったさを引き締めるのが有効です。目を開けた時にこうまぶたがこう腫れぼったいと目がちっちゃく見えますよね。なのでここを引き締めてあげたい。じゃあこう引き締まるんですか。脂肪ですか。脂肪、あとここの皮膚のたるみも。そう、引き締まるんですか。はい、はい、でこれがですね、うちでサーマクールという機械があって、これをね、目を眼球を保護する特殊なコンタクトレンズをね、私たちの方で入れますので、そう、眼球を保護しながらこのまぶたを直接こう機械じーっと熱を加えて脂肪と皮膚を引き締めちゃうんです。すごいでしょ。すげえ、コンタクトレンズ入れて。そう、でもね、麻酔の目薬刺すから痛くないですよ。私も受けたことあります。私ここに入職して一番最初にまぶた目をちょっとなんか腫れぼったいから、うん、なんかキム先生になんか二重を休止すればみたいなと言われたこともあったんですけど私は美容皮膚科医なので、そんなオペではなくと思ってサーマクールアイを受けたんです。ちょっと目の開き良くなって、ちょっと目が大きくなったんじゃないかと勝手に思っています。でもこれはね、結構お客様好きな方多くて、年齢が若い方から結構世代上の方まで結構人気あります。これはもう本当にいわゆるダウンタイムがないんです。もう針も刺さないし、皮下当てたところの赤みとか腫れも強くこう出る治療じゃないので、その日からお化粧もできるし、人と会えますというちょっと機械を使う方法があるんですね。これ結構いいです。あとはですね、みんな大好きハイフですね。このこめかみのあたりですとか、眉のところから額にかけてこの目の周りを当ててあげるので、この辺のちょっと筋膜って言われる組織がギュッと引き締まると、軽くこめかみに手を添えたみたいな感じで目の開きが良くなります。ですからちょっとご年齢とともにまぶたたるんできて、目がちょっとこうちっちゃくなってきたわっていう方は、こういうハイフを定期的に受けていただくのも結構目を大きく見せるのには有効だったりします。なのでね、結構この辺はいい治療です。手術でもなくて注射でもなくて、私もハイフして開きが良くなりました。良くなりました。なんか腫れぼったい感じとか、むくみとかもなんか改善。あ、本当ですか。なんかこう目力が戻った感じですね、きっと。これはね、本当に患者様が客観的なくご自身でも感じられると思うので、目が開きやすいとか、なのですごくね、いい治療で、これもですね、本当は手術とかっていう方法になってくるんですけど、これも手術怖いですよね。まあね、かつヒアルロン酸とかもちょっとね、やっぱこの辺あざ出ちゃったら嫌だしっていう方いるので、
まずですね、クマの色味、ちょっとこう色素沈着してクマが出てるとかっていう場合は、これはですね、塗り薬を使うことでちょっと良くなることもあります。ハイドロキノンとかって言われるような塗り薬ですね。でちょっとこう色味をこう漂白するような作用があるので、こう色調を明るくするっていうのが1個あったり、あとクマも何でしょうか、ちょっと肌が乾燥したことによって小じわが増えたり、こう色調が色素沈着したりってこともあるので、その場合はやっぱりこうご自身での保湿、こういったこうスキンケアの延長でやれることもありますし、あとはクマが少しこう目の下の脂肪がポコッとこう出てるタイプの方は、さっきご紹介したサーマクールという機械の目の下っていうメニューもあります。すごいんですよ。だからまぶたの上まぶただけじゃなくて、目の下の脂肪のボリュームや皮膚を引き締めてあげるっていうような機械での治療もあるので、クマが気になる場合はこういうスキンケアの延長で頑張っていただきつつも、こういう機械を照射してっていうのも実は方法としてはご紹介できます。ハイフはどちらかと、クマに効かないとは言わないんです。やっていただいても予防としてはすごくいいと思うんですけども、今あるクマを引き締めるっていうことでいうと、どちらかというとこういう機械の方が合ってるかなとは個人的には思います。最後、小じわですね。シワ、例えば目尻のシワとかって言われると、本当はボトックス打てばいい話だし、目の下のこの辺の細かいシワっていうと、例えばうちでいうとリジュランとかそういう注射があるんですけども、なかなかそんなのはやりたくないとっていう場合はですね、これはですね、やっぱりシワがあるってことはコラーゲンをちょっとこう再生させてあげる、コラーゲンを増やしてあげるっていうのは結構大事です。コラーゲンって結構大事で、例えば赤ちゃんがですね、わーって泣いたり笑ったりしててもですね、こんなところにいっぱいシワなんか出てないじゃないですか。なんでかっていうと、もうプリプリなね、プリプリなプルプルな肌だったらね、どうあがいたってシワなんか残らないし、シワすら寄らないわけです。でも年齢とともにヒアロン酸とかコラーゲン減ってきて、肌に弾力がなくなってくるわけ。もともとこんにゃくみたいなプルプルだったはずなのに、弾力がなくなってきたらね、こうこうシュワ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 となってたら、もうそれを笑ったらシワもよれちゃうわけ。だから結局もちろんその笑う筋肉をボトックスで抑えてあげればシワよらないんだけども、そもそもの、その昔のふかふかな、もうなんていうんですか、こうぽってりとしたプルプルなお肌にしてあげるっていうことが、まあ根本的なエイジングケアにはつながってるので、こういうコラーゲンを増やしてあげるような治療をやってあげるっていうのも結構大事なんです、実は目の近くに使えるこういうコラーゲンを増やしてあげるようなレーザーとか機械での治療でいうと、例えばですね、 CO2 フラクショナルレーザーっていうレーザーだったり、あと最近流行ってるダーマペン、あと今日もう何回も出てます、サーマクール、はい、何にでも使えます。そして私最近気に入ってるのはシルファン。この辺の機械はですね、目元も実は当てられるんですね。なのでこの目の際の細かい小じわ、ちりめんじわとかの解消にもすごくいい機械なので、こういったものを注射以外でっていうとやってもらうのも提案になってきます。これもいい感じで、ちなみにこれ細かい、例えばね、フラクショナルレーザーもダーマペンもこう少し肌に刺激を与えるんです。傷をつけて、それでコラーゲンを生成させるんですけど、その時にベビースキンっていう肌の再生力を促すお薬をちょっとこう塗布していただきながら合わせて使うと、より小じわに対して効かせるってこともできます。なのでこういった治療が実は手術以外でもですね、いっぱいありますので、何かこうダウンタイム取れないということであれば、遠慮なく言っていただいてやれる範囲での治療をご紹介します。はい、はい、では皆さん、今日はですね、目元の印象を手術や注射以外の方法で良くする治療に関してご紹介しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。